はい、どうも皆さんこんにちは、ひろあきです。キリン先生の3分ランジングの時間なんですけど、キリン先生、今日は何をしましょう？今日はツイストターンをやっていきましょう。じゃあまずはリーダーのステップからやりましょうか。左足ヒールで前進、右足ヒールで前進、左足ボールヒールで90度回転、右足ボールへ後ろに交差をしながら45度回転、左足ヒールと右足ボールで225度回転をして、最後に右足のホールフットと左足のインサイドボールのインサイドエッジでプロムナードになります。スロークイック、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 スロー。それではリズムに合わせてやりましょうか。それではワンポイントアドバイスです。3歩目は必ずボディやヒップが先行するのではなくて、ニュートラルポジション、クローズドポジションに必ずなって、それをキープしたまま右に回転を続けます。最後はプロムナードポジションになるので、ボディを少し右にローテーションしてください。次はパートナーのステップです。右足ヒールで前進、左足45度回転をしながらヒールで前進、右足ヒールで前進、左足ヒールで前進、右足 CBMP でヒールで90度回転をしながら前進、左足ヒール前進をしながら左足のボールで225度回転をします。この時に左足はフラット、右足はボールのインサイドエッジでつきましょう。スロークイック、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 スロー。リズムに合わせてやりましょうか。ワンポイントアドバイスです。右にローテーションを継続しながら、最後はプロムナードポジションで開きすぎないようにボディを左にローテーションさせて PP に開きましょう。はい、これでツイスト3も完璧にできそうですね。なので皆さんぜひトライしてみてください。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。